吉田さん、お疲れ様でございます。いや、今回の動画ね、4分ぐらいのメッセージだったんですけども、最近見る動画の中でむちゃくちゃ良かったですね。まあ、何かというと、やっぱり内から出るものがないとダメとかね、やっぱり私たちはね、あなたの人生の大好評ではないって言葉ですか。これ私もやっぱり響きましたね。これやっぱりいいワード持ってますね。それでね、タイトルの SEO っていうやつのことなんですけども、私はどう考えてるかっていうと、タイトルをつける練習をしてると思ってるんですよ。これ SEO ですぐ反映されてくださいっていう、そんなものではなくて、どういうふうな一言でまとめようかなとかね、どういうふうな13文字でまとめようかなっていうふうにいつもタイトルを意識してるんですよね。これはですね、まあ、吉田さんが初めてプロデュースして、私がね初めて買った情報商材の例の電子書籍のあれですよね、スマホアプリってやつ、あそこの中にもタイトル、本のタイトルを13文字以内にしましょうみたいなカリキュラムがあったと思うんですよ。その練習が未だに私ね続いてるんですよ。まあ、ですので私は動画を撮るのも練習、タイトルを作るのも練習、サムネイルも練習、このねメッセージも練習なんですよ。だから全てがね、自分に対するエグザミネーションなんですよ、試験なんですよね。でも試験であると同時に、私たちは本番も生きていかなくてはならないというところでね、まあ本当に内から出るもんがないといけないかなと。未知への挑戦、そして基地への挑戦ということですかね。まあ、基地への反復か、すでに知っていることへの繰り返し、未知への挑戦、何もわからないものへの、まあ、特攻という感じですかね。まあ、本当にね、いろんなことが学べるかなっていう中で、今まで私はね、いつでもいいですよっていうふうな答えをずっとしたと思うんですけども、もうそうはいかないんですよ。吉谷さん、吉谷さんとある意味同じようなステージのところも重なっているところもありますね。私は目標を設定したんで、いつもいいよってことにはならないです。もう私の方もダメな日とか、ダメな日程とか、ダメなコストとかっていうのを考えていかないといけないかなというところでございますね。本当にね、目的のために割く労力、アウトプットならいいんですけども、今までのようにただ楽しみのために浪費するためだけっていう風なエネルギーにはないですね、もうね。だから目標設定するとこうなるんですよ。やらざるを得ないものを作ると。で、私は内から出るものがない状態で今回設定しました。内から出るものがないものでも、無理やり設定した目標にどのぐらい迫れるかってことをね、ちょっとこうやっていきたいなと思いますね。これはある意味仕方がなく独立したい方とか、会社から逃れたいから闇雲に起業したいって思ってる方と、もしかしたらね同じようなマインドなのかもしれないですよ。まあ、でも私はね、今までここまで来た材料がかなりありまして、麻雀店をやってた時とわけが違うようなね、経験と知識と、それから何と言いますかね、自信と言いますかね、いろんな積み上げてきたものがありますんで、まあ、これはちょっとなしにはできませんからね。すでに頭の中に入ったものを空にすることはできないんで、どれだけ状況を合わせても有利なことには間違いないかなと思うんですよ。まあ、それも込みで乗っかってきてもらいたいなと思うんですね、この流れに。私がこうこれからね、何かエネルギーを込めて進んでいくところに乗っかれば、それにつられて引っ張られてきてね、で思わぬ力をやっぱりこうつけていくこともできると思うんですよ。まあ、ですので、今私のね動画を見ている方で、ちょっとこの機会に、せっかく久保さんがこういうふうにね縮小して縮んできたわけだから、そこに乗っかって久保さんの飛躍とともに、もしくはエネルギーとともに引っ張っててもらいたいなって思う方は、どんどんね私の動画に乗っかってきていただいて、で私が今ね動画の再生数っていうかね、何十とかね100前後だと思うんですよ。これがだから1000前後になった時には、あなたの動画も引っ張られていくってことですからね。ここに一つの希望を持つ方は乗っかっていただければいいと。もっといい方法があると思う方はそっちを選んでください。で、何もやらないのが最悪なんですよ。思ってるけどやらないっていうのは、思ってないのと一緒ですからね。まあ、そんな感じでございます。それではね、まあ、吉田さん、いい動画だったですね。797話、私と話数がだいぶ変わってきますけども、どうなってるんでしょうか。それでは以上ですかね。以上です。